あらすじ。前回レオがチビ になってしまった。なんだ、うん、そしてこれから衝撃な術投げ術に驚いた金ちゃんの顔をいただくぜ。やっぱり散歩はいいな。あれ、チビレオはどこだ。私の背中に乗ってたはずよね。え、ちょっと待って。次はオウムになったのか。一体金ちゃんの場所にはどうなったのか。じゃあ犬さんはどう思う。うん、ハスキー犬の僕にはわからないけど、僕どうすればいいかわからないんだよね。どうもあなたの家を解体にしに来た。え、何私は、あなたは、クリーパー、ライドのクリーパー博士の、レオさんですね。レオって馬だったんですか。いや、違うよ。レオはここにいるよ。そうですか。それなら、あなたはレオじゃありませんね。はい、そうです。あなたの、じゃあ、問答無料であなたの家を今からここ爆発しますので、で、お待ちくださーい。嘘ですよ、帰ります。一体何だったの。ワピーあなたって誰。あなた虫音に爆発されたんじゃなかったの。チビシオンに爆発された。何ですかあなた。うわー、シオン、クラッシュ。お、すごい。これあそこのオウム館じゃないの。オウムたちが住んでる場所、あそこでオウムが飼われてるんだよ。すいません、ここが宅配、私は宅配便のゾンビさんです。また来たよこの人。てか、お前誰やねん。宅配便なら僕格のお名前を上。あなたと、あなたは、シオは、あなた、シオンさんとキンちゃんさんですね。今日はどんな一日でしたか。私はただの宅配、通りすがりの宅配便で、すごい宅配をしに来ました。このオウムの名前はただ。このオウムの仲間、それはレオさんですね。あれ、こっちがレオさんでした。あらら、私バカなんでしょうね。ごめんなさいね。いや、あなた誰なの。頼んでないからさ。うわいや、暑いです。早く日陰に帰らないと危ないですね。お、ゾンビくん、あなたいたのね。お前、どうしてやる。いじめは良くないですよ。仲間なのに倒せないでください。今日はなんでだろう。あれ、レオさん、ついてきたんですね。あの、僕の姿、いつになったら大型してくれるんですか。あれ、喋った。あの、キビ、僕のこと、昨日僕のこと食べてたろ。これ、ハッピーニューイヤー。この動画が面白いと思った人はチャンネル